はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルでございます。さあ今回 J1 注目試合ですね、プレビュー、鹿島対セレッソ、そしてグランパス対ゼルビアの試合の、見どころをやっていきます。よろしくお願いいたしますと、いうことで、サムネに、ね、何枚か選手画像、まあ、昨年ベースの、選手画像を使っております。ゼルビアの選手だけいねえじゃねえかってところかもしれませんが、一応この写真っていうのは僕はこうネット上から勝手に、ね、ポンと拾ってくるとかじゃなくて許可された画像を、使っているというところで、ゼルビアの選手の写真がねまだ、手元にないので、ゼルビアが嫌いだからとかではないというところだけはね、先に言っておかないとね、いやお前は何にビビってんだってところかもしれませんけどね、というところで一応ね写真等はね、許可を得たものを僕は使っていて、ゼルビアさんの写真がないと、まあ昨年のねあれでいいなら横浜 FC 時代の林選手の画像とかは、あるんですけどもね、というところでね、まあ、プレビューみたいな、一応プレビューって書いてますが、大層なことはしません。で、一応こんな感じで今シーズンは注目試合を、数試合やって、で、まあ金曜日ぐらいかな。に、まあ、全体の対戦カードの確認とはやっていこうと、思っておりますので、まあ、ゆるーく ね聞いてもらったと思いますので、よかったらチャンネルよろしくお願いいたしますというところで見ていきましょうかね。まずこちら、名古屋対、ゼルビアですねのゲームから見ていくんですけども、まず、前節のグランパスのスタッツとゼルビアさんのスタッツを、見ていこうというところで、まあ、名古屋鹿島のスタッツですね。だから鹿島もこの後紹介しますので、同じ画像が、出てきますが、また鹿島の時にしていきます。でグランパスのスタッツ的には一応こんな感じの、スタッツでしたね。グランパスシュート6本枠内2本、ちょっとホームのね、試合だったんで、サポーターからしたら寂しい内容だったんじゃないか。まあ変革途中なんでね、まあ山中選手のクロスかチャンス演出もあったとかねして、本当後ろからねもうちょっと昨年よりも繋いでいこうみたいなものは見えたんで、これやっぱ成長段階、発達段階にはなりますんで、まあ温かく見守っていかんとなっていうので、やっぱグランパのサポーターからしたらね、いやちょっと今年は残留争いじゃないかみたいな、ね、ネット上の声もありましたけども、いやいやもう名古屋グランパの選手やっぱこの力は素晴らしいものがありますし、あと最終ライン井上翔、三国ケンディエブスっていうね、まあ、昨年 J2 で、まあ、結果残したけども初の J1 井上翔と、まあ、ずっと J1 にいるけどもなかなかこうね年間通したレギュラー選手としてプレーしたことがない、ミックニ・ケネディ・エブスというところなんで、やっぱ不安定さあるよねってところで、まあ、今後に、ね、僕は伸びしろに期待をしていきたいなという一 J リーグファンからの、声にはなってきますね。でこちらゼルビアとガンバのスタッツには、なってきます。まあ 4-4-2 が、ベースのチームなんで、まあ、その通りで来ましたね。特に昨年と変化なくのシステムでした。ただメンバー的には、ね、林選手いてドレシビッチいて、この最終ライン特にドレシビッチは、ね、スーパーでしたね。跳ね返せるしフィードもあるみたいなね、本当万能型、高いレベルの万能型の選手っていうのは感じました。でやっぱバスケスバイロン平川優の、両ウィングってところも推進力があってなかなか嫌ですし、まあ、そのあと藤本さんとかね、ウイングもできるしセンターフォワードもできるみたいな選手が控えにいるというところも、まあゼルビアからしたら一つ強みになりそうですし、まあゼルビアのこのロングボール蹴ってその後収めてとか、その後セカンドボール拾ってみたいなサッカーって間違いなくオセフンはね、バチクソ合うんじゃないかって思っていたんですけど、正直想像以上にオセフンとゼルビアのサッカーの相性ってねいいんだなっていうのを感じました。まあスタッツ的にもね、シュート18本ガンバ相手に18本、枠内12本というところなんで、枠内ってじゃあ何なのかっていうところですけどもね、やっぱり枠内シュートっていうのは、まあ、その枠に飛ばせる位置までボールを運ぶとか、その位置から打てば、まあ、結構枠に飛ぶとか得点チャンスになるよねみたいな場面を作ることができれば、やっぱり枠内シュートって、ね、増えていくんで、やっぱ苦し紛れのシュートってどうしてもこう枠を捉えないみたいなところがあるんで、まあ、枠に飛ばせる位置まで運ぶとか、そういう、得点の匂いがするところまでボールを運んだとか、そういう前向きな評価でいうと、まあ、18本中12本なんで、まあ、相当枠に飛ばしてますし、まあ、ゼルビアだからね、本当ね、まあ、ホーム開幕っていうのもあったと思うんですけども、いや気持ちよくサッカーをしてた印象には、なってきます。まあ、ちょっと先頭選手がね、前回退場になったっていうのと、後半ガンバが選手交代してから流れを引き寄せたのがあるんで、まあ、ゼルビアの課題というか出てきたところで言うと、やっぱりこう相手が選手交代して流れを変えようとしているときに、どんだけその勢いを、そういうことができるかどうかというところでしょうかねというのが、まあ、前回の、両者の視察にはなってきますね。でこちら
ってところで、見ていきます。左出しているのは前回の先発メンバーですね。一応こんな感じ、さっきも出しましたけどもね。でグランパス町田、まあやっぱね保持したい傾向があるグランパスですね。まあキャンプからね後ろからつないでいこう、昨年よりも、保持新しいことをやっていこう。まあ昨年のねマテウス移籍後から保持の傾向は保持の傾向というかね保持していきたいっていうのはあったんで、まあ、それを継続をしているというところで、まあ、ゼルビアからしたらね、いやグランパスさんボール持ってちょうだいっていうね、まあ、それこそ昨年マテウスがいた時までのグランパスですよね。もう相手にこうボール持たせておいて奪ってマテウスガーンみたいなね、中途なんで、逆にゼルビアがそういうことを今回はやっていくんじゃないか。まあグランパスさん、あボール持ちたいならね持ってどうぞ、でその後うちのバスケスバイロンと平川ガンガンいきますけどねみたいな、ところとは思うんでね。まあある意味グランパスからしたら、まあ、昨年の夏場以前、まあ、マテウス移籍前までの自分たちのサッカーっていうのが、ね、目の前で、まあ、繰り広げるというかね、そういうサッカーをしてくる相手が、ね、対戦って今回いますんでね、まあ、どうなるか、まあ、本当、ね、持たせてくれる町田なんで、ね、自分たちの良さを、まあ、ある意味出すチャンスっちゃチャンス、自分たちがやりたいサッカーを、保持っていう面ではやるチャンスではありますよね。でゼルビアだから非保持で強みを出したいってところ、まあ、ただロングボール蹴ってもね、まあ、ミクニケイ・ディーブス跳ね返す力ありますし、まあ、ハチャンレが、ね、復帰すればこの辺は、まあ、ゼルビアがロングボール蹴ってね、オセフに合わせようとかね、収めてもらおうとしてもそこを自由にさせない可能性がある。ハチャンレは、まあ、出るんですかね、なんか練習にはもう参加してるみたいな話と、あと有料記事等でちょろちょろ、ハチャンレだけじゃなくてその他、開幕戦メンバー外だった選手等の話はね聞いてますんで、まあグランパスからしたら多分ね、人員の変化、先発メンバーとか、まあ、ベンチメンバーの変更はあるんじゃないか。まあゼルビアも先頭選手がね、まあ今回不在にはなるんで、両者ともちょっと違う意味でね人の変化、あとナサンホもゼルビアいないんでね、本当違う意味でね人の変化が必要な両者というところでしょう。まあ多分システム的なところは多分変わんないんじゃないかなっていうのはいい感じますけども、まあ何しろね G の変化は両者あるというか、まあゼルビアさんに関しては捨てざるを得ない状況なんで、多分予想先発メンバー作れって言われたらオセフンと藤尾選手の2トップで、セントのところにね下田選手が入るか、まあ、柴戸が先発であればね、そこにまあある程度こうボールが持てる、さばける、チャンス作れそうな選手を置きたいと思うんで、下田選手になると思いますし、まあ、グランパスが圧をかけてくるのであればそこにまあ、宇野選手みたいな、まあ、守備での攻撃でも頑張れる選手を置いて、ね、そこで吸収してみたいなところもありかもしれませんけどもね、中ところで、まあ、メンバー変更はおそらく、あるであろうというところと、まあ、大前提ですね、グランパスは自分たちでいいボールを持ちたい、でゼルビアは、相手に持たせたいっていう、まあ、両者の、まあ、戦術的な大前提ですねはクリアできそうだ。これがねゼルビアが強引にこうボール持つみたいな展開には多分ならないでしょうし、グランパスが、ね、極端にこう保持率が下がるみたいなところ、まあ、自分たちのこう弱みで勝負する、弱みっていうか、まあ、グランパスは そもそもね、持たしても強いですけどもね、っていうところにはならないんで、まあ、お互いの良さが出るというかやりたいことが、ね、前面に出そうな感じもしますんで、そこでどんだけ上回ることができるかどうかというとこでしょう。あとはだからねゼルビアからしたらね、まあ、ゼルビアじゃないか、だからグランパスからしたらこのゼルビアの最終ラインチャンミング、ドレシビッチテッドゴー高さ、空中戦に抜群の強さを持つこの2センターバック VS パトリックで行くのか、それともね相手のね嫌なところ、まあ、背後、まあ、チャンミングもドレシビッチも、まあ、レベルが高いセンターバックにはなりますが、どちらかというとやっぱスピードとかねカバーリング能力中今高さとか、強さで勝負するね2枚になります。もちろんこうカバーリング能力が低いわけではないんですけれども、そのね相手のいいとことストロングポイントかで勝負するかね、これパトリックか、パトリックをぶつけて相手の強みにぶつけていくのか、それともまあそういう相手のね特徴とねパトリックをぶつけ合うのか、それとも長い選手みたいなこう裏に走る選手、まあしっかりこう運べるとか走れる選手を置くのかによってね、ちょっとそこの盤面は変わっていきそうな感じもするんで、まあ僕であればパトリックは途中から出してもいいと思うんで、まあユンか長いの2トップにして、でまあチャンミンギドレシビッチの裏とかを走らせた方が、まあちょっとゼルビアからしたら嫌なのかなっていう、相手のちょっと苦手そうなところで勝負するかどうかというところでしょうかね。はい、でこちら、
次が鹿島セレッソにはなります。で鹿島、これが鹿島の前回2つ、さっきも出しましたけどね、さっきも出しましたけれども、一応こんな感じなんで、グランパス相手にシュート16本、枠内9本には、なります。ちょっとグランパスの守備のところ、セカンドボールとか含めてですけどもね、鹿島がどんどん拾って相手のミスを見逃さずみたいな展開でした。でシュート16本、枠内9本なんでね。で、グランパスって言うてもやっぱ3失点するようなチームじゃない。昨年までの印象で言うと3失点それ年に1回あるかどうかじゃねえかみたいなグランパスのスタイルから、3点取ったと。メンバーとシステムも、システムもそうでもないか、メンバー変更がグランパスあったとはいえ、そこを相手に3点取ったっていうのは、これは間違いなく自信に、するべきところでしょうし、ちゅうのが、鹿島の、これが前回の2つにはなってきます。でセレッソのスタッツはこんな感じというところで、シュート FC 東京相手に17本で枠内11本、4と、どちらかというとセレッソに転んでもおかしくないようなゲーム展開ではあったんで、セレッソからしたら、勝ち点2をこぼした、引き分けなんで2をこぼしたっていう考え方がいいのかなという感じもします。保持率も59、ほぼ60で、SC 東京がだから、どうしたいのかというか、多分ね、監督のサッカー的にはもっと保持を強めていきたいんだろうけれども、この数字、セレッソに戻せた感じもないんですけどもね、だからセレッソの方がむしろやりたいサッカーを前回僕はやってた感じがします、というところでございまして、こちらですね、鹿島対セレッソ大阪というところで、これが前回先発メンバーのまとめですね。名古屋が悪かったと考える必要はそこまでないって書いてますけどもね、やっぱりね、さっき一番最初グランパスのところでも話をしましたけどもね、いやーちょっと俺たち悪すぎてちょっとね、ダメだった、残留争いじゃないかっていうグランパスサポーターの声もあって、一方で鹿島のサポーターからはね、いやもうグランパスが本当に悪かったと、だから自分たちはね勝つことができた、自分たちが良かったってよりもグランパスが悪かったんだっちゅうね、冷静な話を、される方もいたんですけども、でも、そこまでグランパスが悪かったって考える必要もない、もちろん冷静な目で見る必要もあります。実際グランパスも新しいことをやっているんで、悪かったというか発達段階なのかなってのは感じた。ただ一方でやっぱそこまで、名古屋が悪かったから、勝ったんだみたいな、そこまで言う必要はなくて、いや十分グランパスも強いですし、鹿島のサッカー自体も全然、悪くなかった。いや本当ね、この鹿島のサッカーの質というかね、そこはやっぱ不安視されて、でポビッチ監督というところでね、大丈夫かっていう、僕もね今年の鹿島はちょっとやべえんじゃないかっていうのはあったんですけども、ただそこで結果残したんでね、やっぱり新チームで一番大事なのは勝利ですよね。監督変わって新しいサッカーやっていく中で、やっぱ一番大事なのは勝利、これがやっぱ長引くとかね、得点がなかなか決まんなくなると、このサッカーこの監督で大丈夫なのか、昨年までの方が良かったんじゃないかみたいな疑心暗鬼はどうしても、出てしまうんで、初勝利というのを、この開幕戦で挙げることができたというのは、今後の鹿島の自信とか、チームが成長信頼していく上で大きな、僕は、勝ち点3、それこそね、それ以降多分開幕戦の勝ち点3とか新チームの勝ち点3っていうのは他のね、結局どこで勝っても勝ち点は、入るのは3ポイントなんだけどね、入るのは3ポイントなんだけども、見えないところでの、この付加価値じゃないけども、そういう、プラスになる分、他の試合の勝ち点さんとは違うものを多分鹿島開幕戦で得たと思いますんで、本当、そこまでグランパスが悪かったかって考える必要も僕はないとは思うんですけどもね。でってところで、本当ね、セレッソからしたら、やっぱり開幕ドロースタートではあったんですけども、やっぱいやらしさを見せてきましたね。いやーね、前線スイートップカピシャーバ、レオセアラ、ルーカスのこのスイートップがやっぱり脅威以外の何でもなくて、嫌ですね、この3枚っていうところ。ルーカスもね、カピシャーバも推進力がありますし、そこにしっかりレオセアラとかね、特に今日レオセアラがね、真ん中にドーンっていうよりもウィングのカピシャーバとかルーカスにボールが入った時はこうしっかりこうねフォローに行くみたいなところ、逆にレオセラがねウィングの選手のところに寄りすぎてね中がちょっと薄くなるみたいなところもあって、ただ考えようによってはレオセラが真ん中だけじゃなくてこうサイドに流れてねフォローするとかっていうところで、こうインサイドハーフの選手が中にどんどん飛び込んでくる、反対サイドの選手が飛び込んでくるみたいな、流動性は見えたし、これだから約束事としてね、約束事としてレオセラがあんまり動くな、こうゴール前にいろっていう指示の元ね、あんだけ左右上下に動いてフォローに行ったのであれば、ちょっとね、どうなんだみたいなところありますけども、ただこれね、レオセアラがしっかりこうポジションを少しずらしてね、引いて受けてとか、ルーカスとかカピシャマウィングのところ少しこうポジション寄せておいてフォローに入って
ったとしたら、まあ、これはね約束事であれば全然問題はないでしょうし、まあ、ただレオセラもやっぱゴール前ではね怖いです。この選手がやっぱりゴール前にいるっていうのは嫌な感じもねしますけども、というところで、まあね、やっぱこの外国人スイートップは脅威以外の何でもないですし、やっぱり鹿島からしたら要警戒であるのは間違いない3枚というところでしょう。で、マッチアップのところで言うとチャブリッジがだからね、まあ、船木選手とマッチアップする可能性もある。まあ一応システム的には 4-4-2 なんでドイチャブリッジの2トップみたいになってますけど、チャブリッジは本当いろんな右左関係なく顔出してきますんで、まあセンターバックの船木とチャブリッジの相性で言うとやっぱりこうフィジカルとか、まあ、強さとかで言うと、まあ、ちょっと船木選手の方が分が悪いかなっていうのはあります。こうマッチアップっていう意味では例えばチャブリッジと船木がこうエアバトル、まあ、空中戦ロングボールを競い合う場面では多分チャブリッジが、ね、勝つ可能性が高いでしょうし、まあそこで、ね、どういう風にセレッソが考えてやっていくかとか、まあここ船木選手も左利きなんで多分やるとしたらセンターバックの左か、まあフォーバックの左サイドバックになると思うんで、ここをどうやってセレッソはこの、ね、問題というか、まあ、チャブリッジをどうさるかっていうところ、誰でチャブリッジをさるか、まあ、船木 VS 土井選手であれば、ね、まだまだこれは、ね、船木選手が抑える可能性はあると思うんですけど、もうまあ土井選手もまあ横並びっていうよりもこう縦関係とかに引いて受けてみたいなのがやっぱり多いんで、チャブリッジと、まあね、この船木というところでいうとちょっと、ね、面白い戦いが、見れるんじゃないか、まあ、船木も成長のチャンスっちゃチャンスですしね。であとセレッソでいうと、まあ、きっかけ作るのはマイクマとレオスアラの距離と縦の動き出しって書いてますけども、 FC 東京戦で何回かあったのが、ちょっとこうねレオスアラ選手が引く少し引いた動き、本当に少しですよ、そんながっつり引くんじゃなくてこう少し引いて相手のセンターバックを釣り出しておいて、その、ね、レオスアラが引きつけたセンターバックの背後にマイクマが飛び出していくみたいなとこだから、レオスアラの動きって、ね、ボールがないところで結構秀逸というか、これはだから、ね、どこまで狙ったものか分かんないし、まあ、設計されたものか分かんないんですけど、結果としてはレオスアラが、まあ、横に動けば反対サイドの選手が詰めてくるとか、インサイドハーフがレオスアラを追い越していくみたいなところもありましたし、でレオスアラがこう少し引く少し引いて相手のセンターバックを追い出して、その背後にこうサイドバックの、マイクマンが飛び出していくみたいなところがあって、でその、ね、入れ替えが起きてすぐレオスアラまた中に入っていくみたいな、この流動性というか動き出し本当に良かったんで、まあ、レオスアラとマイクマってこうね、ピッチ上の盤面図、まあ、フォーメーション図にしたら結構ねサイドバックとセンターフォワードで距離はあるんだけど、実際はしっかりこうポジションしていく中でマイクマが中に少し絞ってインサイドで、まあ、構えてみたいな、そこで、ね、レオサラが引いた瞬間、相手が動き出した瞬間マイクマが背後取って中に侵入していくみたいな、このパターンはね非常に良かった。これがだからどこまで狙ったものか分かりませんが、設計しているのであればね相当これはね鹿島も苦労するんじゃないかというところなんで、まあ、ただ鹿島のセンターバックもね硬いんで、そう簡単にはやらせないかもしれませんけども、ってところなんで、まあ、レオスラがなんかボールがあるところないところでの動きってところは注目したいし、まあ、レオスラの動き一つでやっぱり、ね、サイドバックとかウイングの選手がそこを追い越していくみたいな、そこからチャンスメーカーあるんでね、やっぱね鹿島はそこが警戒すべきポイントかなっていうのはありますね。で野野選手非常に開幕戦良かった。ね、開幕戦の動画の後にサイドハーフ、高校時代はもともとサイドハーフもう一列前をやっていたっていう話で、あ、だからかっていうのを感じました。多分プレビュー、違う、レビューか。レビュー動画で、あれ、野野選手ってずっとサイドバックやってたんかなっていうね、話をしていて、いや、それぐらいね、ずっとサイドバックやってた選手のうまさとか、ずっとサイドバックやってた選手のポジション取りじゃないっていう的な話はなんかした気がするんですけども、で、まあ、聞いてみると結構サイドハーフを主戦場に高校時代はやっていたっていう話なんで、まあ、そういうところでこうゴール前に飛び出していくとかポジション取りっていうところが本当に秀逸だったのかなっていうのは、うん、感じますんで、まあ、ノーノ VS ね、上里選手ってところマッチアップも面白いでしょうし、守備っていう意味ではねカプシャーは上りっていうねこの左をどういうふうに抑えるか、いや本当ノーノ選手に関しては相当これは成長するチャンス、攻守において、こんだけレベルが高いね左サイド、まあ、セレッソの左サイドにはなるんで、そこのね若手の成長というところもちょっとね注目したいし、まあ、途中でも言いましたけどセレッソは両ウィングの活躍ってところは勝利の鍵になっていくんじゃないかというところでしょうかね。はい、ということで今回以上です。以上パルメテリューサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録お願いします。その喜ぶよ。